黄色部分が、リオーネとしてのトラステベレの範囲トラステベレは、ローマの地名。現行の行政区画としては13番目のリオーネに、あたり、テベレ川西岸に位置する。トラステベレは日本語に訳せば、テベレ川の向こう側であり、これは、ローマの中心地から見た場合のテベレ川を挟んだ、向こう側ということを意味し、ローマの下町とも表される。ジャニコロの丘から下る。 典型的な工事バチカンの南方にあたるとともに、ローマの有名な観光地ホロロマーのコロッセオや、真実の口からほど近いパラティの橋を西に渡り、テベレ川を越えたところに位置する。サム地域の境界は、北東から東を経て南東までは、テベレ川の流れが、西と南の境界は、アウレリアヌス城壁までが含まれる。北は、隣接地区のボリゴまでで、 ブリンシペアメデオ橋から伸びるポルタカバレッチェイリ通りが隔てる。バチカンは正確にはトラステベレの北西に位置する。観光面でトラステベレエリア、トラステベレ地区とした場合、南はアウレリアヌス城壁を若干越えたあたりまで含まれ、北は逆に狭い範囲に限定される場合がある。また、テベレ川の中スティベリーナ島はこのリオネに含まれないが観光エリアとして、 トラステベレにくくられるケースが見られる。サンタマリアイントラステベレ広場。夜はライトアップされ、若者が集まるという。中央の噴水はカルル・フォンターナの作古い外区ではあるが、庶民的な下町と形容され、ライブハウスなどもあり、若者も多いという。南東部のテベレ川が蛇行するあたりの下町と形容されるエリアは、入り組んだ石畳の路地を持つ繁華街で、 夜遅くまで営業するピッツェリアやトラットリアがの木を連ね、ローマのナイトライフの中心地とも評される。一方で、古い教会も点在する歴史のある外区である。域内北西部にある小高いジャニコロの丘には、公園や高級ホテルがあり、そこからはローマの市街地が一望できる。丘周辺のモンテベルゲと呼ばれる地域は、高級住宅街を形成している。 紀元前753年から509年にはエトゥルスキ人の居住地であったが王政ローマに征服された。この頃はテベレ川を利用した漁業が営まれていた。その後帝国期にはユダヤ人などの移民族の居住地となった。ローマにおける最初のキリスト教共同体もおそらくこの近辺で形成されたと考えられている。ちなみにキリスト教の伝来に先立つ。 紀元前38年、この地区において大量の油のような液体が地中から噴出した事件があり、ユダヤ人たちはメシアが到来する前兆であると考えたというが、これは後にその場所に立つことになる、サンタマリアイントラステベレ聖堂の演技伝承といった伝説の類である。410年のローマ語を略においてはこの一帯も西号都族によって被害を受けた。 中世になるとこの一帯は雑多な階級の人々が居住し、その流れで21世紀においても漂う下町間が形成されたのではないかという説もある。ローマでも最古級の教会で221年に創建された教会でロマネスク様式建築のサンタマリアイントラステベレ聖堂が地区の中心付近にある。この付近は入り組んだ路地が多く、観光客向けの飲食店も多い。 地区の北側及び西側は、丘陵地で、ジャニコロの丘と呼ばれており、丘の最も高いところは、公園トローマラサピエンツァ大学の実験植物園で、頂上にガリバルディの牙像がある。この公園の南端付近には、中世に再建されたパオラ水道の流末施設であるパオラの泉がある。ジャニコロの丘の東端とテベレ川に挟まれた付近には、16世紀に、 建てられたビラ・ファルネジーナと中世絵画を展示する国立コルシーニ美術館が入居するパラッツォ・コルシーニがある。その他、地区の南半分の島地に点在している、サンタチェチリアイン・トラステベレ聖堂サン・フランチェスコ・アリーパ聖堂サン・ピエトロ・イン・モントーリオ寺院なども有名である。本説では、トラステベレに存在する教会の例を挙げる。 サンタマリア・イントラステベレ聖堂のファサードサンタ、マリア・イントラステベレ聖堂サンタ、マリア・イントラステベレ聖堂はその起源を、西暦221年に遡り、ローマでも最古級の教会とされる。歴史説の油の噴出したエピソードのあった場所とされ、この出来事を記念する、ホンズ・オリーの文字盤などが配されている。建築様式はロマネスクに属す。 サンタ・チェチリア・イントラステベレ聖堂サンタ、チェチリア・イントラステベレ聖堂の起源は曖昧である。そもそも聖女チェチリアは、詳細な年代は、不明なものの2世紀中盤あたりに殉教し、6世紀以降に、音楽の守護聖人として数形されてきた人物で、あるが、この聖堂の立つ場所に、生前の邸宅があったという伝説により5世紀頃、境内の名称で呼ばれるようになった。 聖女の意外は当初カタコンベに埋葬されていたが、旧世紀にパスカリス一世により、現在まで続く聖堂の混流とともに、聖堂内に移送された。以降、何度も改装されているが、現存する皇人のモザイクは創建当時の姿をとどめるという。聖堂内には、ピエトロ・カバリーニ作のフレスコが、最後の審判やステファノ・マデルノによる聖女。 チェチリアの殉教を題材とした大理石彫刻も所蔵されている。ちなみに、この彫刻のモデルは1599年に掘り起こした聖女、チェチリアの意外であり、それは全く腐敗していなかったという話である。その他の境界道がリーバルィ教を渡るトラム8号線、トラステベレには鉄道駅が全くないので、外部からアクセスする際はトラムもしくはバスを、 あるいは夜遅くならば、タクシーを利用することになる。トラステベレの名を関する鉄道駅もあるが、このトラステベレ駅という駅は、実は壁街の南部に位置し、市壁までは 1km ほど歩かなくてはならない。ただし、駅前からこの街区の東部を南北に斜めに貫く、トラステベレ通りをトラムの8号線が走っており、繁華街へのアクセスに便利である。 死壁の直前に位置する停留所は、鉄道のトラステベレ駅から2つ目で、壁内に入ってからは川を越え、トラステベレを抜けるまでに3つの停留所がある。川を越える際に通る橋は、ガディバルディ橋という、ありがとうございます。